ようこそ。本日の進行を務めさせていただきます、ミケーレ・マスカーです。同じくカミーラ・カーメンです。どうぞよろしく。ニューヨーク市保存協会が主催する1年に一度のハロウィンフェスティバル、テーマはマスカレード。そう、仮面舞踏会です。マスカレード、怪しいマスクに素顔を隠して舞い踊る一夜限りの仮面舞踏会。その仮面の下で誰も知らないあなたの本当の姿が現れるかもしれません。どうしましょう。君は大丈夫だろう。どこから見てもかぼちゃ娘だ。ところで皆さん、ハロウィンって何の日かご存知ですか？もちろん知ってるわ。ハロウィンとは10月31日1年に一度だけ世界の精霊や魔物、ゴーストたちがこの世界にやってくる日のことよ。その通り。ハロウィンの夜はそういう恐ろしい怪物たちが歩き回ると言われています。だからみんな仮装して怪物たちの仲間のふりをするのです。へえ。ニューヨーク市保存協会がその価値を認める貴重な歴史的美術品がたくさん展示されております。これらは後ろにそびえるホテルハイタワー所蔵のハイタワーコレクションです。ホテルハイタワー、またの名をタワーオブテラー。今は行方不明になってしまった当ホテルを名乗る代表アリソンハイタワー3世が世界中から集めた珍しい美術品の数々、こちらも見ることもできないばかりです。この機会にどうぞごゆっくりご鑑賞ください。しかし皆さん、見るだけでは絶対に手を触れてはいけません。どんな曰く因縁が潜んでいるかわかりませんからね。あのシリキュートゥンドゥのように。シリキュートゥンドゥ、ハリソン・ハイタワー3世の失踪に関係があると噂されている不気味な人形シリキュートゥンドゥ、その意味はアフリカの言葉で災いを信じる。ハリソン・ハイタワー3世はそれを信じなかったばかりにとんでもない災いに見舞われたらしい。だから皆さん、しつこいようですが絶対に手を触れてはいけませんよ。特にハロウィンの夜には。さあ、そろそろ時間だ。ご来場の皆様、大変長らくお待たせいたしました。これより時空を超え皆様をファンタスティックなハロウィンの世界へご案内いたしましょう。あなたがいつの時代のどこの国から来た方であろうと、今いるこの場所で今日は10月31日すなわちハロウィン。そしてあなたの時計が何時を指していようと、今は夕闇迫る時、昼と夜の挟み光と影が混じり合い、現実と虚構の境が消える魔法の時。間もなく1年に1度の素敵な夜が訪れます。この魅惑の夜のコメント皆様をご招待いたしましょう。You are invited to a mysterious masquerade.
Max Parade. And now, please enjoy the rest of your journeys here at Tokyo DisneySea. Thank you.